なんか違う曲流れてるはい始まりましたよさあ始まりました Tonight <laughs> 5 2018年第1回目の放送となりますりま、ね、この番組はですね月曜日から木曜日月曜日から金曜日までですね吉本の若手芸人が一組 それぞれお送りする番組となっておりますそして木曜日担当はハイビスカスパーティーですよろしくお願いしますはい,、えーい。そして今日はゲストもいますさあ自己紹介お願いしますどうも吉本沖乃は芸歴教の夢ピン芸人の太郎と言いますお願いしますイエーイ <laughs> 静かしそして 2>, 2年目のグリーノートのエイチョロです イエーイ。はい、お願いします。変な組み合わせですね。一郎がさ。栄一郎がさ。うん。テンション高いじゃん。はい。俺ぐらい低くしとこうかなと思って。俺ぐらい。そう、そう、そう。あ、自分がってことですか。はい、バランス的なものだ。あんまりギャーギャーしたらね。子供とか寝てるかもしれない。あ、そう、そう。そこは向こう側の調整でできるんじゃないですか。できるんか。だって、向こうが。爆音で流してるのが悪いんでしょう。あ、なるほどね。 じゃあテンション高くしていいんだはい、大丈夫です確かに、上がったシーソーの反対側は低いシーソーですからねはい、というとでまあまあ、今シーソーがさ <laughs>、はい、やっぱあの子供が怪我しやすいからさそうですねシーソーがどんどんなくなって,てな,なくなっていきますね残念だ残念ですねお、なになにいいよ、進んでえどうしました <laughs> あ。 そうですねこちらの番組ですね <laughs> メールもお待ちいたしております、はい、メールアドレスは761アットマーク FM コザ .jp761 アットマーク FM コザ .jp でございますでツイキャスでも放送しているので、はい、あのツイキャスからもメッセージお待ちいたしておりますお願いいたしますはい,いよっしゃいこういいえちょっと切り替えるわ切り替えはいあ今何これ ラジオ今はし始まってるこれ <laughs> 始まってます始まってるはい始まってますよフーターがめっちゃいいこと言ってるよなん何って言ったんすか何のまあって、うん、何のまあって、うん、<laughs> めっちゃいいこと言ってる <laughs> こっちも何のまそう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 確かにな変なまあったからなありましたね始めようゆかさんは そうですよそうゆか,ゆかさんのことを言わないといけないんじゃないあそうですね、うん、1> 第一回目なんですが、ね、実はですねゆかがいの今迷子中でして、はい、迷子うんまだ見つかってないんですよ <laughs> どこでよ <laughs> 確かにこっち場所わかりづらいなら、ね、来る途中までは<ー>途中までは一緒だったわけ、はい、うん けどあのねなんか見つけたらさすぐホイホイ歩いていっちゃう癖があるから何やんそれでよく続けれたなあじゃあ <laughs> そうなんかあのねか,かわいいお店とか見つけたら、ね、ああそういうことほろ <laughs> ほろほろってっうそうそう行っちゃうから多分今もう時間<ー> かかかかららななななななくくっっててるる場所がもしれいんでね典型的子供だ間に合えば誰かが届けてくれれば放送に間に合うかもしれないしまあでもいなければまた次の週にまでにはね来れるんじゃないでしょうか迷子届け出しとくんで大丈夫だと思うたら失踪届けたけどね。 失踪。大人になって、それやりだしたら。あ、でも失踪ではないから。あ,あ、そうか、そうか、失踪のやつに入っていくのは分かってるんだ。そう,そ,うそ,うそう、そう、そう、そう。なるほど、なるほど。いっちゃうから、ついつい楽しんじゃうから、仕方ないです。<laughs> は,いはい。さあ、ということで、この三人でお送りしたいと思います。<laughs> はい、お願いいたします。はいさあ、一週間、何がありました?はい。一週間。簡単なライブがありました。あ、そうね。その。ライブが。 ラジオが休みになったのがたぶん28日かな仕事さめからお休みしてたのでカウントダウンんカウントダウンライブの前ってもうなかったっけな,ないですねラジオはなくて、はい、カウントダウンからいや大変だったよねもうそうそう一日い,い,いましたもんねネタライブから始まり 2>, 2人はあれじゃない3公演あったんじゃないあ,ありましたカウントダウンの前に出ました ネタがあって。ネタ。歌の祭典っていうライブと。カウントダウンですねカウントダウン。俺歌の祭典は出てないわけさ。あ,あ,あ、そう、あは。い。何やったん、あれ。 めちゃくちゃお昼ご飯食ってたから何やったん歌の最後もう本当に歌を歌うってカラオケが舞台にあって機材があってそれで曲入れて歌うみたいなただただ歌うただただ歌うすめっちゃ楽しそうだな審査員もちゃんといてそうなんですよあどなるほど審査員は歌うまい芸人のどさんこ村田さんとああ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 あかあたああ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 あ ななるほどその2方が審査員やって僕らが出るみたいなジャンルはもう問わずもう問わずっすねもう何でもです何でもいいんすよへえお客さんいっぱいいたお客さんまあまあいましたよまあ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 ぐらいですねだけあってはいはい結構多かったっすねじゃあ大盛り上がりで大盛り上がりだったのかなあれ大盛りいやもう後半からえこれち カラオケみたいなでっかいカラオケ場みたいな空気になってしまったんですよなったでも最後やっぱスリムさんが出て会場もガラッて変わったんですけど雰囲気が雰囲気が変わってだって2時間ありましたもん2時間って相当じゃないですか無駄ですよ1時間半はもうずっとでカラオケ大会だったんですよ分30分にお笑いっぽいかなっていう感じです変わってきてそうです <laughs> 2>, 2時間ってもう普通だったら後半バラード歌う時間だからなそうですねそ,のそういうわけにもいかんしな <laughs> うう、ね、トップバッターはねそうそう5期生であなるほど僕ら出ましたやっぱ勢いがあるんで何歌ったん あのってすめっちゃいいめめっっちちゃゃ盛り上がるやついいさそれを塚山一人で歌ってあとのご帰省は盛り上げ役みたいないいでしょタオルを振り回すだけってカラオケだなそうそうカラオケなんですよノリがよかったですよなるほどなはいそういうのいい経験させてもらいましたけどねこれ限定なんかなその年末え何なんですか初めてじゃないですか去年なかったですよねそそううなかかったらそうです年末限定です うん、もうこれ続いていくやつではないんだ。ないと思います、ね、一夜限りの大端けです、ね、多分紅白歌合戦ととなんか被せではないですけど。そうですね。安室ちゃんにぶつけたかったんですよ。なるほど。全然届いてないですけどね。<laughs> いい戦いができてる。1ミリも届いてないですけどね。ね安室ちゃんに。安室あそっかそっか。安室ちゃん見れんかったわ。 あー結構見てる人いたらしいですよライブ中にやっぱり <laughs> ライブ中に隠れてカウンターライブあるじゃないですかあ,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 あ今隠れて楽屋行ってこっそり見てた人もいたらしいですあ,あ芸人側なはい芸人側ねそう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 芸人側がまあ、まあ、YouTube では見たけどなあ見たんすね見た見た見た,見たすごかったっすねっセットがめちゃくちゃ綺麗で でもびっくりしたのがネットニュースに「安室、はいうん、ちゃん期待外れ」みたいに書かれてた、えー、っていう賛否両論みたいな「えそんなことなる?」と思ってああ出たからな<ー>一応あれだったもんなその一般的な日常会話ではアムロはもう出なないんじゃないと、うん、あ、はい、あそういうことなの貫くんちゃうみたいな今まで全然テレビ出てないから <laughs>、うん、その最後まで断るっていうのが安室らしさなんちゃうみたいな。 あそうですね。それで出るってそれで出ちゃ普通に割って出ちゃったんだよみたいな。なんでお前らにそれ決められんという現場？俺がちょっと安室ちゃんはそんなこと言えないから、俺が安室ちゃんの代わりになったとしたら、いや俺の自由だからっていう別に確かにそうですね。それ決めるな安室ゃんンすからね。そう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 。別にどっちに転んでもね、かっこいいっちゃかっこいいなそれは。そう。ね安室ちゃんにでも言われるんだと思って。 なんかの人が言われるのまだわかるけど安室ちゃんがそうそうそう言われるんだと思ってああ言われるんじゃだからあれでしょもうファンが多いがゆえにっしょもそんなんか大したやつじゃなかった別になんのね議論にもならないならないと思います文句も言われてもねスーパースターだからよ多分そうっすよね俺一回安室さんのさライブさ行けたわけよ行ったんすか 行けたすごい本来行けたわけよはい本来うんそう沖縄に何周年かな最近最近のやつね最近着てたやつの1個前1個前のやつ1個前のやつ1個前のライブがあってチケットも取れてワクワクしてであの本番前にネットでカバンも買って ああ揃えてそうそうそうグッズっすねえネットで安室ちゃんのカバン買ったんですかそうそうそうカバンあのライブ前にあるんですよ物販がそう物販あるあるそれをライブに行くために買っうてために買ってはい本番台風来てなくなったあ確かにそうだかわいそう切るめっちゃ行きたかったんだけど行けないじゃんだってもうたぶん行けないでしょもう行けないでしょもうチケットもやばいっす無理よねはい そうそう。今からいろんなことが起きると思いますよ。チケットを大量に買って。転売するとか,なんか、うん、なるほそういうのが絶対出てくると思うんですよ。あれますよ。今から安室さん。分 <laughs> からんけど。わ <laughs> からんけど。そうそう。行きたかったなと思って、えー。行きたかったの、行けなかったよりも、あの、カバンが、カバン買ってたっていうのが引っかかってすごい。後 <laughs> <laughs>、なん。いや、もう買うんじゃないですか。ファンだったら。ファンだったら、買いますよ。そうそう マークを買うとしても太郎さんは買わないでしょ。いやいや絶対に。俺正直どこで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 もそのアムロちゃんのカバンどこでもつですか。結構持ってたわけ。その後その後結構使ったわけ。そのポーチ。え？けど俺が持ってるさ俺が持ってるから誰が誰もそのカバンがアムロのカバンということに気づいて。アムロポイントはどこにあるんですか。あなんかあるんですかマークみたいな。書いてあるもうアムロナミ何周年だったかな。 アニバーサリーアムロナミエみたいなあ<ー>書かれててちゃんとバックに<ー>だ一目見たら分かるはずなんだけど俺が持ったせいでだいぶ価値落ちてる <laughs> 誰も気づいてくれない <laughs> <laughs> ただのウエストポーチとしてこういやじゃ多分気づいてるんですけど太郎さんだから触れられないでしょ多分。 ああなるほどね。触れちゃいけないみたいななんか。そういうのあるよね。やばいみたいな。そういうのある。ガチで好きだから。絶対これ触れたら怒られるやつだみたいな。ガチで好きだからみたいな。怒るし本当に怒る。だからですよ。怒るんすかちゃんと。そういうとこがあるからですよ。さあメッセージも来てますよ。コメントいっぱい来てます。よはあすごい。あすかちゃんが待ってましたって。そうですね。あすかちゃん。今晩は。ラジオにもねメールくれたんで。あすごい。ありがとうありがとうあすかちゃん。 お昼あれツイキャスやってましたっけ？そうそうツイキャスもやってるし一応メールもやってんだけど、うん、アスカちゃんメールをね先週の僕のラジオでくれたんでありがとうございました<ー>ありがとうございます。<ー>さあリカさんこんばんは明けましておめでとうございます。そうですよね明けましておめでとうございます。ますのりさんも新年明けましておめでとうございます。そうなんですよね床はねちょっとね。 迷子になっておりまして可愛いお店に入っていたとこまではそうってそる逆に心配しますね本当に大丈夫みたいなまあでも大丈夫な子だから大丈夫なんですよ店が閉まっても見てる可能性あるからねゆかさん気づかないから周りが暗くなってるのか気づかないドヤベースへ出てでも若干あり得るかもそれは全然デポアイランドぐらいにいるんじゃないですかねあそうかも写真撮ってるんじゃ今頃なるほどな インスタ映えつってあすかちゃんが私まだこの間 <laughs> エイチローさんに名前間違えられたの音に持ってますってうえーおこうこなんて言ったの <laughs> 何でしたっけね確かに怒ってたねなんやったなえーっと本当覚てないしアカネって言ったん時日 <laughs> <laughs> ああしかあってない <laughs> <laughs> そうなってくるといやいやいや,やっぱツイッターで見てしかみ接してないんで え全然全大丈夫だって。あすこちゃん来てたそあそうそう来てたんですけど。じゃないでしょ。お化け屋敷の時もガイドして泣かしたって。やば。怖すぎて泣かしたんです僕。本当のお化け屋敷やったってこと。本当のお化け屋敷。おもろお化け屋敷じゃなくて。おもろくないっすあれ。逆に面白くないっすか。おもろくないやつみたいな。あそういうこと。あのあれあれよ。 そういうのを伝わらんば。俺も何回もよネタで失敗してる。逆に面白いんじゃないかみたいな。大概面白くない。全然ない注意してそれ。で他には？あ他に？あコータ？うん。コータモアコータモアナ良かったよって。モアナは誰？モアナ私。わ。あずかちゃんも歌の採点楽しかったです。千秋の千秋さんのモアナの衣装の位置がずれてるハプニングに面白かったです。あの モアナの一応裸の手っていうこと肌色の着てたんですけど<ー>その上に布巻いててはい、はい、気づいたらその上の布が取れててですねポロリンポロリと一緒だったっていうポロリンそうですがっつりやばっポ,ポロリンポロってたっていう本物のカラオケやし カラオケなんですかそれカラオケポロってるの見たことないカポロリしないですよ水泳大会ぐらいじゃないですかそのポロリがつきものみたいなの俺が行ってるカラオケが変なカラオケいや絶対そんなカラオケ行ったことないでしょお家にいるタイプでしょ絶対モンチェッチさん明けましておめでとうございます ありゃ今日は太郎さんいるモンチッチさんに謝らないといけないことがあってかモンチッチさんの俺のフェイスブックにコメントくれるんだけどタイミングが合わなくて全然返しきれてないから一言だけ「モンチッチさんすいませんでした見てます一応」「見てます」じゃなくてそう普通に「見てるよ」って伝えます。 えなんか今日栄一郎おとなしいねなんですか俺俺がいるからだろ床がいないってのもあるなんか変な感じずっしますよねそれいつものフィーリングじゃないっすよそう俺もだから栄一郎がいつもいるわけでしょはい。で俺ちょっとおとなしめにしとこうかなって入り出して黙ってたけどはい。変なマーガありましたね しゃべりだそうかなと思っていいよ一郎しゃべりたかったしゃべってそうあの好きなタイミングでエコーも入れていいからねわかりましたただ全然面白くなかったらマジで後からダメだしいや怖いわ怖いそれはもう受け入れは仕方ないから怖いわあっモンチちチさん「君だけのためのヒーロー」あの「ヒーローって曲ですかね安室ちゃんのダったのリクエストもしいああ あれば、できればね、一応ね、曲もけーーかけれるので、うん、後で聞いてみます、確認してみますね。そうね、もんちつさん。そうです、ありがとうございますね。はい。そう、太郎さん、安室ちゃんのファンだったのって。<laughs> ああ <ー S>、意外っすねそです。そう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 。そう、いや、ほにファンな人いるとかいるんですか。ファンな人。はい、ファンな人。あ、一応、出囃子、あの、ネタの時に、出てくる音楽。ピアノのやつですか。そうそう,そう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 。あはい、はいはい。僕の出囃子は、一応神聖かまってちゃん。 ああわかりますわかるあ四人組のバンドそう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 四人組のバンド人生かまってちゃん知らないですか知ってるよあのポロリしないですいやポロリはしてないけど血は流してるねそう流血そうバンドが好きなのよああバンドスタイルが好きなのよバンドが好きなんですねだったら阿室ちゃんはどうなるんだみたいなとこあるけど阿室ちゃんはなんすか基本は基本はバンドが好き基本バンドで阿室ちゃんはと阿室ちゃんは ファンが多いじゃんアムロちゃん好きな人が多いから俺も好きっと言っとけば仲間になれるかな友達いないからそういやいや友達いないからで長いものに巻かれてるだけじゃんカバン買わないでしょカバン買ったら人気者になれるかなと思って触れら気づいてくる。いや本当に可わいそうえで太郎さんが木曜日のツナイトライブ出るのがそうそうそう今日だからゆかさんが 前子なるっていうことは俺事前に知ってたなんでよ予言したいし事前に知ってたじゃあ止めてくれたらよかったのにいやゆかさんはね結構頑固だからあーそう止まんないよあ一度決めたことはゆかさんやるタイプだからぶれないんすねそうぶれないしっかりしてるぶれないないといえば最近またまたまねこうこうすけとゆかとぜひけど3人で夕日を見 見にすかたに行くもにねあの今新しくなってるところそうそういいスポットがあるってまあ今大体ヒルトンホテルの向かいぐらいなんだけど階段になってて海までそのまま行けるわけはいはいはい行けるんですよで下の方がちょっと濡れててで、その、床が水冷たいのかなってって。 言い始めててて、はい、じゃあ触っっきたらでコウス介は「俺は絶対行かないですよ」って「俺は絶対あそこで足を滑らすタイプなんです」って言っててでその話で、まあ、盛り上がって、まあはい、寺,寺崎村とかも滑りそうだねみたいなあははい、はい、うん、その場にはいなかったけど、ね、そうそうそう、うん、そんな話をしてじゃあ由香がずっと冷たいのかなって言ってるから「あじゃあ行ってきたら?」って言ったんですよ。はい、うん したらとて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 って階段降りてってパッパッパッパってあこのスピード危ないんじゃないかなっていうぐらいでパッ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 パってピタッて止まったんですよ濡れる一個手前で波が来た時にこうやって触るんだろうなと思ったらパッて足乗せて普通につるって攻めていって片足ジャブって。 あんなになんかその滑る滑らないの話してたのに <laughs> <laughs> なんでえなんでゆか <laughs> <laughs> さん以外にそういうところねえー、<laughs> ええ なんかよく分からんけど指さして戻ってきてずっとなんか言ってる聞こえないわけなんか指さしてたぶんその指さしてるのはただただごまかしてる恥ずかしさるごまかしてるのかなと思ったら「大丈夫ユカクロックス持ってるから」って言われて「えっ?」って思ってえなんかそうえでもわかるわかるんじゃんんか。 いや普通はね、ね会,会話の流れでそ、ね、そそううう、ね、別に自分からこうボケに行くタイプでもないしねそうまあいわば話の流れでやるとボケに行ってますもんねそう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 自分でバナナの皮投げてそう,、ね、そうそう栄一郎とかだったら全然いけるんじゃん多分そのままツルーンっつってドバーンつって、ね、僕はもうダイブしますねねねそういうタイプでもないからね、うん、滑ると思わなかったんだってえー、一切。 <laughs> そう頭の中で滑るっていうイメージがなかったんだってでも滑ってしまったっ <laughs> そう久しぶりだからかなってそういう,そうち,ち,ちっちゃな頃ぶり以来だったかも忘れちゃってそう経験があるじゃないですか大体ちっちゃい頃に一回濡れたところで滑るっていう経験をして覚えるわけでしょもうそれを一回も忘れちゃってたみたいで。うーん もうほんとはスピード速かったもんとって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 一応ピタッと止まったからい<あ>けるだろうなと思ったらしかもなんか地味に「とってってかわいいなあ <laughs> いや怪我しなくてよかったねいやお尻ぶつけたって言った応 <文 hay S 2> <laughs> 痛いって言ってたけど <laughs> 大丈夫だよごまかしてたから片足はもうびっしゃびしゃ <laughs> けどクロックス持ってたんでしょ <laughs> クロックス持ってたから大丈夫なんでいやでも危ないっすよねでも海の事故って。 でもあれは防げたって絶対僕も海で思い出しますけどもういいよ僕森してたんですよ昔ああ森でつけ合ってそうそう浜口さんがやるやつピュてやつねあれをやってて普通にもこの5 0ンチぐらいのクロダイっていう大がいるんですけどもう取れたりとかしてたんですよ僕ああすごいなこれでちょっと調子乗るじゃないですかでももう本当に結構泳いででっかい岩場みたいなのがあるじゃないですから 何かいるかなんて見てたんですよ。うん、あなんかいそうだなってダイブしたんですよ。うん、そしたら目の前に白いなんかビニール紐みたいなのがあったんすわだで見てわなんかあると思ってたどってったらあれだったんですよ。でもう少し判断が遅かったら僕あれやられてたんですよ顔を。 ここにったもう目の前に3 0ンチ前ぐらいそこ以下みたいな泳ぎ方して後ろにねもうそうね後ろにね水圧であっち行けみたいな行ったらもう大丈夫だったんですけどそれ以来もう怖いっす海行くのが海怖くなりましたでもクラゲで行ったら自分も普通に泳いでてなんか。 普通一応確認しながら泳ぐんですよクラゲいるかいないかねそうそう<ー>確認してあここ大丈夫だなって思ったら泳ぐんですけど、うん、パーって泳いでてパって左見たらめっちゃクラゲが浮いてるんですよおうおうあや,やばい気づかなかったと思って逃げなきゃと思って前見たら前にもいるんですよやばいやばいやばいハサミ打ちですねそう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  でバーって見渡したらめっちゃ浮いてるんですよ。怖っ。その時にあのなんか映画みたいなチュ,チ,ュチュイン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 みたいなこう音聞こうえてる。珪片 <laughs> みたいな。そう,そうそうそう。いつ急いでイカみたいなこうやって。そっちもイカだな。水圧で。基本イカで。<laughs> そうそうそう。こっちに来ないように。急に現れるからね。めっちゃ怖いっすよね。あれも危ないんだよね。青いあのガラスみたいなやつ。青いガラス。それはたまにクラゲの話。そう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 。たまーにあの砂浜にあの。 打ち上げられてる綺麗な青いやつ。カツオのエボシス。ああそれそれそれ。めっちゃ危ないやつそうだすそれ。だけどめっちゃ綺麗だから触りたくなるんですよ。ああなるほどね。触ったら毒があるんだ。超毒があるんですよモードクラシよ青いやつね綺麗なやつ。綺麗ですけ俺もうここ何年も海行ってんからわからんもく怖いそう。俺網があるところでしか泳げないわけよ。ああもうそれがいいそんと怖いから。ハブクラゲいるんで普通に。まあでもね。いるっしょ。普通にいました。普通にいるっしょ。びっくりしました僕。 ヤンバルクイナよりいるっしょ。ヤンバルクイナよりはいますよね。いやいる確かに。ヤンバルクイナ見たことあります。食べるものがあれあれですけど。ね。生で見たことあります。しかもヤンバルクイナ今ヤンバルクイナでもいます。あるの？あるんですか？ないないない。ないですか？自分の友達はあるっていうよ。ない。見たことないんすよ。僕一回ヤンバル結構行ってるんすけど。ない？ないっすね。普通にやっぱり。珍しいっすかねあれって。珍しいでで活動時間が違うんちゃう？俺らと。夜？ えなんすか何時ですか朝とか大変ですよ朝だけどだいぶ朝だと思うよ6時とかああ分かんないけどねあいや夜いますよ夜夜夜行星師だから夜行星なんすね鳴き声があるらしくてそれこそ沖縄市にディノドンっていう爬虫類ショップがあるんだけど俺の家の隣の隣なお家の近く隣近いですね近くのろの大谷さんがやってるその ナイトツアーっていうのをやってるんだけどみんなでヤンバル行くって言うんだけどその時にあ泣いてるヤンバルクイナ泣いてる泣いてるって言うよどの泣き声かは分からないけどキョ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 っていう泣き方ですねヤンバルクイナってヤンバルクイナってあっそっかそっかでもその時は結構泣いてたから本当はいっぱいいるんだと思うあじゃあ一応出てこないんだ基本はけどあれに まれに道に出てきちゃうやついるから気をつけてっていうことなんかな産卵の時期みたいな感じでしょ。なんか産、なんていうなんかマングースがめっちゃ食べるんですよね。ヤンバルクイナ <laughs>。そう最初ハブに狙われないようにマン,マングースを持ってきたのにマングースがそのヤンバルクイナ食べちゃうみたいな。あれ、いっぱいあるよな。れれうそういう事件、外来種ありますね、外来種。調べたらわかりそうっすけどね。あ、でもまさかなんですねまで。まさかでまさか。 食べるんだっていう気づいた時にはもうこいつこいつもいけるんだと思っそうそうそうでもあれかなもしかしたら一番最初に持ってきた人って死ぬ時思い出すんですかね何を俺がマングース持ってこなければみたいな多分一番最初に持ってきた人は繁殖する前に死ぬんじゃんえあそんなに前の話ですかねなんか最近の話っぽいですけどいつなんすかねわかんない なんか黙ってるんすかね墓場までばれてますと3人ぐらいいて一番最初に言い出したのがいたんだけどんかあいつのせいだみたいな感じであいつが最初だぞみたいなどんな気持ちで死ぬんですかねんか確かにこんなことになるとは思ってないはずなでそうまあでもそんなこともありますからね仕方ないではい次はコメントきますよいいよこうークコメントークコメントいこう はいじゃこあじゃアスカちゃんから怖すぎて泣いたんじゃないんですよエイチローさんにいじめられたんですよあお化け屋敷覚えてないですよいじめてないですよなんかねしつこかったって聞いたよなんなんで逃すかわかんないけどエイチローがしつこかったって告白したなしてないっす本当にそれそれに聞こえますからねやめてくださいそういうの百ぐらい で昂ーが太郎さんと栄一郎さんの距離を俺ち仲良しだからな仲良しですよね結構だいぶ仲良しよただただ今日最初探り合っただけでラジオが初めてだけどそうラジオで関わるのが初めてだから楽屋でめっちゃ喋りますね楽屋ではめっちゃ喋るそ今も大丈夫よ大丈夫ですね今もねでモンチチさんが太郎さん謝ることないですよありがとうね 今年は太郎さんのライブ応援いけるようにします。あ、ありがとう。あすごい。今月ね。そう、でもね、もんちさんが書いてたのがね、うん、去年二回しか行けなかったんだって、泊ンに。えー、そうなんで、えー、そんな感じしないですよね。めっちゃ来てるイメージありましたけど、ね。チチんなんか見てますよ。<laughs> なんか、気持ち的にはもっと見てる。もんちさん、双子かな。しかしなんか、実はね、見てる。うん、いるよな。 いる二回のはずがない週四ぐらいでいないもんちつさ絶対見てるなんかそんな感じでコータがてかバンド好きならなんで太郎さんバンドライブでないの俺をライブ呼ばれないわけよごめんなコータこれはちょっとしょうがないじゃなくてあれじゃないですかバンドライブ好きなほど好きではないでしょ絶対それはそうよじゃそれとあとバンド好きなのが知られてないんですよ知られてない僕今知りましょうあそうなんだはい そうそうなんかさ一回さ、はい、バスケット芸人ああわかりますわかります俺さん吉本で多分一番バスケ上手いって知ってる多分そうっすねだろ見た感じす見た感じはい呼ばれんかった <laughs> 俺呼ばれてないですか呼ばれてないのようーわ見た目的にはバスケできなさそうですもんねそうそう俺沖縄選抜だからねえマジっすかそうバスケの めっちゃすごいじ専門学校の時ベスト4までいってるからねいやなんでそれをもっと出さないんですか沖縄でってことですか自分で言うの恥ずかしいやしめっちゃすごいっすよ誰か気づいてくれんかなと思っていや僕はもう見たことあるんであるプレーをすごいっすやっぱスリーシューターっていうんですかそう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 もっといったスリーポイントを狙う人みたいな遠くからめっちゃ入れれる人みたいな本当に精度のない人しかできないんですよ ーシューターすごいですよまあそれはまた後日ね YouTube でご覧ください YouTube には載ってなすでスカさんが太郎さんのネタの一部を友達に話したら大受けでしたわあよかった嬉しいですねこれはどこの一部かなどこの一部かな気になるそれだけは気になる教えてたんかなあすカちゃんが編集してくれたんでしょうね一番いいポイントを確かに 演習して届けたところはもう大受け、まうんはい、いや俺が俺のネタで一番一応受ける部分は、はい、出てきて、うん、どうも太郎と言いますそうです長男ですのところなんです。どもしかしたらそこがピークそこがピークでやらせてもらってるけど <laughs> すごいなそれはそれで確かにって客席からも <laughs> 確かにっていう思いがこう必死になる確証 太郎だから長男だみたいなね。そこだと。太郎イコール長男なんですか。太郎イコール長男でしょう。そんな思ったことない。思ったことないですね。そうなんだ。太郎イコール長男ではないですね。なんか次郎が次男っていうのはありますけど。太郎が。太郎。そういう感じなんですか。太郎の名前の由来って。もう乗ってるやつって全部長男ってしか乗ってない。みんななんか思い思いがあるでしょう。 思い入れが名前っていうのはありますねちゃんと太郎はもう長男っていう意味なのあ、名前の由来そうへえ。そうそうなんかベタなやつ一郎二郎とかああはいはい三郎とか一郎か太郎一郎か太郎なんですねうん一郎か太郎か長男確かに一ってついたら長男って感じしますね太郎二郎三郎ね太郎二郎三郎へーうんうんうんで沖縄文知さんが昨日昨え去年 昨年はライブでの A ちゃんのギャグ最高でした,でしたギャグ大好きです今年はいくつギャグ見れるかなって,ってギャグって何個あんのざっと数えたらまあロ個ですねうんロ個ざっと数えたら,なえたら細かく数えたら何個あんのゼロ個であの僕ってあのその日の温度とか環境とかによって、うん すいもうゼロね波のようにて流れてギャグしてるんであたらその環境と温度使ってワーッてできる時間帯とかはい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 ていは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 っていは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 こはい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 いはいはいはいいいは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 いいは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 コンいはコン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 いは

キゴじゃないし動きもついてるから見えないからわからないしな。あ確かにギャグってそういうもんすからね生で見てくださいっていう話ですねごごめめんん。でももう流れていったね今ね何がですかもうこのギャグはもう見れないんでねゼロコンって今ゼロだもんね今そうっすねそうだよね今今ゼロ その環境で作っちゃうんでねじゃあもう言ってくれれば何個でも出てくるっていうあった時に行った方がいいなあった時もうギャグ今ちょっとまたラジオだからなややこしいことがあった時ギャグしてたらその日の環境にあったギャグをその時のできますからね天気とか温度とかっていうことではーい次次行きますねで、のりさんが太郎さんえ声やなってあ、ありがとうございますよく言われるんですよ、僕そうなん、そうなんですかなんでえ、いい声なんかしてますなんていうんですかな、なんか 渋い声ってうんですかねめっちゃいい声って言われるんですよ本当に。で最近もなんかバイト先のキッチンの居酒屋でバイトしてんだけど、うんはい、バイト先のキッチンのおっさんに「はい タロウ声いいから声生かしたネタやったほうがいいよって言われて誰にアドバイスもらってキッチン人にムズイバそれキッチンの人ありがとうございますキッチンのおっさんにキッチンのおっさんに本当に声いいんだと思って本当いい声をしますよねありがとう三期生にリョウジさんがいるから薄れてるだけなんですよああそういうことねリョウジとはちょっと違うんだもなあの人がなんかちょっとそういう声に なんていうんすかこの派手すぎるからなんかあの目立たないっていうんですかねだから落ち着く声ってよく言われるんだよなあ分かります分かります分かりまちょっとねちょっと種類が違う両親もいい声だけどめっちゃいい声ですねそうそうそう種類が違うんで種類が違うまあよかったらこのままお聞きくださいお願いします次もんちっちさんが「あ今月のラップライブ人生で初めて見に行くことだ」とおおあるんだありますいつ月 あれ見た何かそれをさめっちゃ見たくてんかめっちゃすごいって噂で聞いてるありがとうございますかみんなで歌ってるやつこのライブで G ラップっていうライブなんですけど G ラッパーズっていうユニットなんですけど名前は G ラッパーズっていうユニットなんですけどそれで曲作ったんですよ 1> 1曲はいわあすげえしかもなんか、はい、MV もミュージックビデオもわあすごいそう作ってっいい、うん、芸人まだ出してないんですよまだ発表はしてないんだあ発表はして1回ライブでああでまだ YouTube に載せるっていう話は今事務所としてでああ今まだ出してないんですけど 結構一応芸人に見せてるんですよこれどうこれどうって言っ結構みんな評価いいですね気になるめっちゃあもうみんなは見てる前回のやつ前回のライブでそれはもう見してる見してる1回お客さんにはねはい全部初公演もう来た人だけですみたいな感じで見せて「舞いづらい YouTube 載せるんですけど」みたいな感じで見せたんですけども、結構もう評価良かったですね。わ見たい気になるでしょ

面白いですよ。じゃ皆さんよかったら来てください。チケットも持ってる。あります僕。じゃあ皆さん声かけてさ、ね、来てくださいね。さあ<で>何がありますか。綱本ちさん、あいやでもあるあるだよね。滑らないように気をつけてねって言ってる側がだいぶ滑るパターンって。 そんな話しましたあれっすあの海のやつっすねさっきのやつごめんモンチッチさんそうだねこれはねモンチッチさんが悪いそそうう。僕らの読むスピードが遅いんですよ関係ないですよのりさんがゆかちゃん今頃くしゃみ連発ってそうだよゆかの話してるからゆかさんの噂してるからなただそれも届いてない可能性も十分ありますけどね全然気づかない全然気づかないから何も気づかない で、たが、あ、そういえば今日メンバー沖縄市3人だよ、これぞ FM コーいーと確かに、エいチロンも僕一応沖縄市ですね。沖縄市身。はい。何中あ、美東なのそうそうそう。だからあのよくな、ドラゴンの話するの。ああ、ドラゴンの話しますね。めっちゃ、あドラゴンの話2人でめっちゃ盛り上がるんですよ。ドラゴンとあの、ドラゴンレストランのドラゴン、中華。レストランではないです。ラーメン屋ン屋ラーメン屋さん。中華、ドラゴン。

あ、チャタンデあったんですかチャタンデーチ全然わかってるうわー全然なんかこの僕の友達が小学校の時言ってたんですけど今でも覚えてるんですけどドラゴンができた時に全部のラーメンと蕎麦とかあるじゃないですか、沖縄の。あるある あれが十円で食べれたら、ですよーオープンセールみたいな。やつなんかやってそう。って聞いたことあるんですよ。友達が。うん。ん友達、戦前の人。友達。<laughs> 戦前あの、親がですね、多分。ああ、なるほど。友達の親が。なんか、それ、あったんじゃないですかね。なんか、そう、あったらしいよみたいなの聞いて。なんかないかなと思って。 いやありそううるましにもあるもんねあとうるましなん自分が初めてたうるまし起てほしいですねまたそういうやつ確かに十円で食べれるみたいなけども今でも相当安いからきついっすねどうなんだろうな確かに値上げしないっすねしないしない今していく中なのに人件費引いたらどうなるかっていうあの計算したいぐらい本当にすごいっすわあれよかったら皆さんも ね、こんなにさ褒めたら俺ら三人で行ったらタダで食えるんじゃないいやでもあのドラゴンの店員ってそういうタイプじゃないから聞いてないですよ俺今寝てますわ10時にバイト終わっためっちゃ忙しいからな忙しいさそこ愛想はちょっとあれだから次行こうで、沖縄モンチさん週四って怖いわ行きたい気持ちがそこにいるかね

モチッさん遅いじゃ読むあれが遅いさ追いつけてないすあスカちゃん来ました。お五十代ぐらいのじょ女性が男子高校生とカラオケに行ったら仲の良い親子と思うが、それが逆に五十代ぐらいの男性が女子高とカラオケに行ったらというところつ。あなるほネタの部分ですね。犯罪を疑いますよねあ確かにそこ面白いですね。面白いなそこちゃんと覚えてくれてますねありがとうございます。確かに。だってあのスカちゃん三回出番。 俺3回同じネタやってるから全部言える覚えるじゃあ覚えてくれてるんですねありがとうで沖田モチさん声のネタって言ったらもうアナウンスのネタぐらいじゃん太郎さんは心地のいい声ですあありがとうございますアナウンスのネタがあったんですねが合うんじゃないかっていう声がそうそういいから太郎さんのネタ僕あれが好きっすねあの居酒屋の居酒屋のネタがあったっすかあ告白のネタっす 実は俺みたいなコンビの時コント一人の時スピンネタの時ですあやってたけど、ね、やってましたし実は俺みたいな、うん、何々なんだよなっていうのをどんどん言っていくっていうネタなかったですか多分それは俺じゃないないやだマジで,マジでえでもえおオチっていいですか、うん、オチは女だったんですよ あ、やったかもそれめっちゃそうそうよかったじゃないですかあれ結構評価も全然覚えてないわでもめっちゃ面白かったんですよ僕えもったいなくないですか僕がめっちゃ面白かったんで「行ったらタラさんこれめっちゃ面白いですね」つってあ反映されてないそしたらタラさん「マジで?」みたいな「ありがとう」っつってでもあれから見てないです一回もだってもうネタも忘れてるもんあることすらもうなんかあのあれになってさすぐのやつだったからさあそうっすね次次からにネタをさ リストを作らんといけん状況になって作ったのが全部流れていくっていう現象の時にブラッシュアップしないっていうかそう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 追いつかないからこネタがないからさあれ良かったっすあじゃらネタ帳見たらあるかもしれないあれ本当に面白かったですマジかはいオッケーランキングライブで。 でアスカちゃんがあエイチローさんグリーンノートさんのキーホルダー買いましたそれとレベル上げのスティッカーもとりあえず三枚買ってかえ買ってかえ帰ってきました買って帰ってきましたありがとうございます嬉しいでございますねここで見せるんでしょうね机にいっぱい貼ってくださいお願いしますでリカさんから 昨日ナンバーグランドカゲツに行ってまた早く沖縄カゲツにも行きたくなりましたグリーンノート会いたいん嬉しいウレチンスコいいなーいリカちゃんは若い子な若い子だと思いますいいな、ね、<れ>やっぱグリーンノートありがとうございます俺に最近さはい 面白かったって声かけてくれる人さ基本的に50代のおっさんそういうネタしてるからじゃないですかすごいっすよ逆にないっすも僕ら50代に面白いって30、40、50のおっさんおばさんしか最近いやでもそれもいいじゃないです逆に若い子その舞台の上から見るじゃんポッカーンってすいませんねでも固いネタっすからねでもあれはもう好きっすけどうん であすかちゃんがステッカー買う。 買うか悩んでいたところ「たかさんに買った方がいい」的なこと言われたので買いましたいい買い物したなって思ってますあよかったさじゃあさすがですねうちの親方うまいですねそういうのね上手そしてね実はねちょっと忘れてたんですけどね CM あ CM ですかはいそろそろいっとかないと気づいたらこんな時間なんですけああやっぱ30分ぐらいで行くべきがあっという間ねってもいいですか CM いってきますです カレをずれてました。あ、ツイキャスはつながってるんだっけこれはい、つながってますよ。今前帰ってるでつながってます。はい。リカさん二十一歳って。ああ、いいねリカちゃん。二十一歳。いい二十歳ですよ。タロウもよろしくお願いします。でもタロウさんおじちゃんおばあちゃんターゲットは大正解よって高タからのアドバイスです。高タはいいや。何歳がリカちゃん？リカちゃん。何歳が言ってるもでものりさん五十代のおっさん代表です。ああ、おお。のりさんね毎回来てくれてるから。それを言ってるんです僕。 なんで50年もののワインの香りは楽しむのになんで50年もののワインさんの香りは楽しまないんだっていうネタやってるんですよかったノイさんでもなんか50代って感じしないですよねす超若いいい感じですかねもちいちさんがグリーノートのヒーローのネタ好きだなまた見たいけどかげつってやるかな抹茶が大好きですいいよ抹茶が出てきた抹茶抹茶が出るんですよ <laughs> あそういうことはい。そのネタにそうっす <laughs> もちいちさんの ボケじゃ,じゃなくて <laughs> なんかネタでエメラルドグリーンエメラルドグリーンモスグリーンで抹茶っていうネタがあります <laughs> <laughs> ヒーロー見たことあるかなすごい見たことあるかもな最近やってないっすねうんギャグネタしかやってないっす、ね、ですよで太郎さんの頭のハート型は健在ですか次会えたら写真撮らせてあ<ー>頭のハートーなってる今今はな今ちょっとなってますね そうそうモンチさんが気づいたんだよな MG なんすよねあーそういうことか下向いたらハートになるっていうすごいっすねパワースポットだから俺の頭触るか氷島行くかどっちか氷島行きますね歩く氷島氷島。太郎さんのおじさんのネタ私の壺にはまりましたアスカちゃありがとう本当に でリカさんがタロさんはじめましてよろしくお願いします。あリカちゃん二十一歳ね。そう二十一歳です。CM 終わりましたね。あれもう始まってる始まってますね。リカちゃんのところから始まってるってこと？さあ戻ってまいりました。はい。エビスカスパーティーのトナイトファイブ。はい。さあ続いて続いてはい行きましょうか。はい行こうどこに行く？どこに行きますか？ちょっとハートになってます。あモンチスさんか。おいいよエイチロー。 はい、仕切って。どうぞどうぞ一一郎仕切りなんで全然聞いてなかったしじゃあもうこれいきますかじゃあ何いく私の聞きたかったことがありますお二人にあ質問はいおおいいよいきます今年の抱負を聞いていきたいと思いますあ今年の抱負聞きたいですよこういうのねちゃんとね興味ある本当にあります今年の人の抱負大好きですよなるほどない。 みんなどうしてなんですかね今年の抱負まだ決めてないですけどねまあでも書き初めしましたよねなんだっけああやりましたね過月で何初めっていうんですかあれ書き初め書き初めは検診って書きましたよね検診受けたいなと思って健康診断そうそうです今一番出る時ですからねいろいろ検診検診ね今年の抱負決まってます俺も喋ったらさはい。どっちボケた方がいい まあまあ半々っすねボケないでいいっすボケなかったらめっちゃ真剣なトークになってくるお聞きたいそういうのそういう熱い話聞き分かったじゃあ簡潔に言うねはい r 1三回戦まずねはいはいはいね。はい止めるよここで R13 回戦三回戦いっぱバイアスロン決勝決勝 O1 決勝決勝で吉本で1位これが俺の今年の 四大目標ねはいはいですねそうそうそうそれに向けてちょっといろいろと頑張っていこうかなと思ってますあえ栄一郎はじゃえ僕っすかもうただ一つですよ僕はあ一個はいギャグのクオリティを高めるっていう僕はそれしかできないんでなるほどなはいいやいいよもうそれでしかもう特化しない効果っていうええちゃんと考えてるなそうどうする でも、ボケとかないですよ、ここ。はい。トゥナイトファイ、目標、ハイビスカスパーティーのトゥナイトファイはボケなしです。あ、ボケなしなんすよ。はい、ボケのないラジオなんで。え、あの、こうたがも言ってます。千秋さんの芸人の目標は。あ、千秋。芸人の目標。なんすかね。えっと、まあ、しっかり。家事ができるようになればいいかなっていうぐらいで。なるほどな。 もうし劇場を燃やすぜっていうことでしょう。しっかり火事を火事を起こしてな。何かな、なんすかね、芸人の目標。まあ少しでもね、多くの人が笑ってくれればいいなぐらいの感じかね。切実な願いだ。はい、それぐらいです。そう真面目だからな、芸人。真面目っすね。うんか。ジャキさん、そう火事やるんすね。っていうか、やるっしょ。そう、イメージが全然つかかったいや、もうさ、めっちゃやります。 やるでしょそれ普通にやるんちゃう普通にやるでしょ今日もちゃんとご飯作ってきたしええ。ご飯作るんですかそう洗濯して洗濯してか月月いくじゃん劇場で終わって雨降ってるとき超ブルーだもんなんか洗濯干したのにとかそうめっちゃ思う主婦の普通の主婦だよあ全然その顔見たことないんでまあねそんな機会もないしね だからなんか全然やってるイメージなかったですね洗濯も俺らよりめっちゃ疲れてるんだよまあ確かにそうっすよね俺らも劇場からなピュンン帰る帰っておるもんなその後に洗濯と考えないもんな家事とか料理作るとか帰ってきて疲れて帰ってきても台所とか汚れてたらさうーっとかも旦那さんはやらないんですかやるけどそのやっぱお互い忙しいタイミングとかもあるじゃんはい したらもうめっっちゃ溜まってるわけよ<ー>なんかわかるううこ,、ね、この「これお願い牛乳パック洗って捨ててよ」とかそうそうそう <laughs> この三角コーナーに納豆のケースは入れないでよとかいろいろあるわけじゃないか, <laughs> から納豆のケースはゴミ箱じゃないですか <laughs> まあ、まあ、三角コーナーではないでしょあの箱をあの納豆のケースを入れた時点でも三角コーナーはフルなんですよ なるほどねなるほど、ね、使えなくなるでしょ、うん、あれトルコは納豆あんのないあーじゃあ分かんないんちゃうもんあーそういうことっすねそう俺らも昔から納豆送ったらごめん箱なそうっすね捨てるっていう文化じゃんあじゃあカルチャーショックっすね違うんですよ<う>多分三角コーナーがないっすよ多分あそもそも 三角コーナーがなくてで今それをちょっと寄せるために、まあ、片付けしやすいためにそのちっちゃい散り箱が台所にあるんですよあああああトルコの台所は、うん、ああちっちゃい台所に生ごみとかばっていってその日で捨てるみたいなそう,そうなんですよだから三角コーナーっていうその何を入れるものかが分からないっていうでもそれも設置したんですよ分かりますか なのにヤクルトのあのちっちゃいやつとかも三角コーナーに入れるんですよ、うん。だ <laughs> かこれ三角コーナー入れたらヤクルトの中に水溜まるじゃんとか思うんですよ、うん。ね、わかります。あ<ー>じゃあもう三角コーナー封鎖するしかないんな。でも三角コーナーなくなったら、そう,そうなくなったら、じゃがいそう卵の殻とか,じゃがい殻とかジャガイモの皮とかが困るじゃんってなるじゃないですか。うん、もうじゃあ書きましょう紙に。 これ禁止って。いやいやそれしたら可哀想だなって思う。どうしようや。可哀想じゃないでしょ。なんかそう。しないとつかないですよ習慣が。一回は言いますけど。うん。何回はね。なんていうんですか。納豆が入ってたら。納豆が入ってたらこれはここだよって。あ、すみ日本語ですよね。日本語でいいんですか。トルコ語でいいんですか。これあ英語で。英語で。なんていうんですか。ま取り上げるでしょ。簡単。これは。 ガルビッチボックス。チリ箱だよっていうガルビッチボックス。かっこいい。かっこいいな。そうそう。大変だからな。そう。まあ仕方ないよね。ちゃんとやってるんですね。そういうの。一応やってるのよ。一応はね。アスカちゃんがあともう一回シーエム行った方が良くないですかって。確かにシーエムあったっけ。行きます？あった。行け。行きますこれいつもあの。 この締めるアレとかも全部やってくれるんですよみんながうーんこれ曲ってどうやって流すんですかね曲、はい、曲もアムロちゃんのそういえば曲流せないな、はい、で終わったら告知して終わりましょうかあれグリーンノートのこれのアレがあんまわかんないっすよねミ方がトゥナイト,ト,ナイ,トファイブがないっすよこれ五十… ないっすねできないあだから急に始まったってことそうっすあそういうことね55分できないことが多すぎるかななみんなそうなんですみんながあの管理してくれるんですちゃんとそろそろ告知とか、うん、あ五55分までってアスカちゃんがそうなんだ55分まで今日めっちゃいろんな米が来たね えー、これか今 CM 中だからですねいつもゆかがやってるからじゃあ55分まででっていう気持ちでいく告知まあそうですねこっちに出るんすよああ一応こっちにあ出るんだはいあっ、ね、カウントダウンが始まるんですよ OKOK すごいでもみんな把握してるってうん優しいめっちゃ優しい俺全部一人でやってるもんだって俺のラジオの時はそこに俺がいて俺が喋ってなんていうの曲あげて何やってああすごっもうこの FM のスタッフも誰も見てない放置放置状態曲あったナイスなかったもんそのまま始めようか曲あれっすよねパフュームっすよね さあ戻ってもらいます戻ってまいりましたハイビスカスパーティーのトナイトファイブでございます。さあ告知何かありますか？いよいよやらんといけない告知あって。あそうですね。実はですねあの沖縄ラフアンドピース専門学校がですね2018年4月に開校します。で願書受付中なのでまあ詳しくはですねホームページ検索してみていただいたらわかると思いますのでぜひお願いいたします。さあ栄一郎ははいあの 1>, のですね、1月20日の19時だったと思います、あのー、G ラップ1ヶ月さっき言いましたらラップのイ、ね、ライブがございますので、はい、よかったら僕からチケット買ってください。さああと1月27日にレベル上げという5期生の 同期ライブがございますのでよかったらそれも来てくださいじゃあ太郎さんありますかそのレベル上げの前に1月27日俺2時から太郎企画ライブセッションおっセッション来ましたセッションがありますんでセッションもぜひでレベル上げいってもらえればねあセッションレベル上げでねお願いしますね さあ今日もですねなんかわかんないメンバーでしたがなんやかんやで無事終わりました盛り上がりましたねさあそろそろこれも終わりましたゆかでも探しに行こうかななんてん探しに行きましょうはいてましそれではですね皆さんよかったら来週も聞いていただけたらと思いますそれでは皆様ありがとうございましたありがとうございましたぎゅうれぎゅれ